皆さんこんにちは。写真家タイムラプスフォトグラファーの成沢博之です。いつも私のチャンネル見ていただいてありがとうございます。今日ご紹介したのは XT4 というですね、富士フィルムの XT4 というですね、最新機種のカメラがあるんですけども、はい、これもういろんなところでその写真とか動画の比較の動画が上がってて、まあ、いろんな方がレビュー書かれていると思うんですよね。でその中でですね、一個だけ皆さん取り上げてない機能があるんですよ。それが気になってるしょうがないので、今日はそれをご紹介したいと思います。でその機能は低照度優先という機能ですね。ソニーさんでいうところのブライトモニタリングっていう機能があるんですよ。これソニーさんのカメラすごい機能で、ソニーさんのその星空関係の特集ページとかでは必ず触れられてる、ボタン1個ポンと押すだけで今まで見えてなかったこう山の稜線とかね、日陰とか星空とか、そういう風景が浮かび上がって液晶モニターで見えると。通常星の写真を撮る時っていうのは液晶モニター何にも映せなくて、1枚写真を撮ったら画像を確認して、あこういう風に撮れたのね、じゃあちょっと構造ずらしてパシャ、ちょっと構造ずらしてパシャっていう風にちょっとずつ追い込んでいくものなんですけども、このソニーさんのブライトモニタリングを使うと、もう一発で構図が、暗闇の中でも構図が分かるので、撮影のその手間が省けるというか、テンポよく自分の撮りたい構図を見つけていけるっていう機能だったんですよ。でそれと同等の機能が富士フィルムさんの XT4 から入りました。それが低照度優先という機能です。実は私が使っているニコンの Z とか、あとキャノンの R もそうだったんですけども、にも似たような機能がついてて、ただそっちはニコンとキャノンに関してはファインダーを除かないとで、そのブーストの機能が使えないっていう感じですね。液晶モニターでは何でも見えないけど、ファインダーを覗いたら、あ、見える、ブーストされてるっていうような感じの機能がついてます。ただ、まあ、星の写真撮るときって天体写真なんかそうですけど、液晶モニター見てたら首とか痛いし腰とか辛いので、ファインダー覗きに行かないんですよね。なので液晶モニターでできた方がありがたいんですけど、ソニーと富士フィルムが液晶モニターの方ができるというような感じの機能がつきました。で私ですね、近場で星しか撮れないところ、山に囲まれてるので、もう本当に上しか撮れないような場所が近場にあってですね、そこに行ってテストしてきました。で HDMI キャプチャーのこう液晶モニターを録画するやつを新しく買いまして、それを使って録画してきた映像があるので、それを皆さんにお伝えしたいと思います。実際の映像を見てもらう前に XT4 での低照度優先の設定についてお伝えします。メニュー画面からこの消費電力設定の先にこの EVF LCD ブースト設定というところにこの低照度優先があります。十字キーの下のボタンを押すと、このブーストモードの切り替えが割り当てられているはずなんですが、これを何回か押すとパフォーマンスっていうところの中にノーマル、エコノミー、低照度優先というのが出てきます。設定はこれだけです。低照度優先にすると、すごい、ですね、これが普通の時で、低照度優先にするとこれ思いっきり星とか山の稜線とか映るんだね。これ後ろふわっとしてるのは光害があるからなんですけど、光害のない方角ちょっと抜けてみましょうか。あ、でもすごいな、これこれ便利ですね、低照度優先。右側が赤いのは多分エンジン側の
ノイズなのかな、バッテリー側のノイズなのかな、熱ノイズが発生してますけど、でもこれめっちゃ便利ですね。これね、はい、今度はお家の中から撮ってます。今設定がカメラ設定は感度 402.84 秒なんですね。でここでもう一回エコノミーの次だっけ、低照度優先やるとあまりブーストしないです。どうやら遅いシャッタースピードにしないと一定の効果が得られないみたいですね。例えば今だとノーマルモードだとシャッタースピード10秒以降はもう液晶の輝度って上がらないんですけど、これでやってみましょうか。感度 402.8 30秒っていう設定にしてます。でこれでノーマルモードだと、何も映らないんですが、いきますよ。見やすくします。いきますよ。はい、低照度優先ブワーッときますね。シャッタースピード遅くしないと一定の効果が得られないみたいですね。だいたいシャッタースピード15秒20秒超えたあたりからこうどんどん液晶がブーストしていくような感じですかね。15秒から30秒の間ですかね。ちょっともう一回違いを、普通だとこうですね、低照度優先ブワーッと出てきますね。なるほど、お家の中から実験でした。はい、今ですね外に来ました。じゃあ雨降ってるんですけど、設定がこういう状態ですね今ね。ここで液晶モニターを低照度優先にすると、低照度優先、おお、これブワーってくるんですね。すごいですねやっぱね。通常の状態だとこういう感じ、まあこれでも別に見えてるんですけど、低照度優先にするとブワーっときますね。うん、素晴らしい。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。低照度優先すごくないですか。いや便利ですよ、富士フィルムユーザーには朗報ですよ。これは富士フィルムで星撮ってる人結構いらっしゃるんでね。動画の中でも言ってましたけど、使った感じだと、まあ、その山の稜線がブワッと見える、それからそれまで星見えなかった星が見えると、サソリ座とか映ってましたよね、ちゃんとね。だからこれはいいなと。で気になるのはその天体写真撮った時ですよね。もしかしてその北アメリカ星雲とか、干潟三裂星雲とかね、そういうちょっと大きめ派手めの星雲だったら映ったりするのかなって思ったりして、これはまた後日撮影に行けた時にレポートしたいと思いますので、どうぞお楽しみに。夜景撮る人とかはねもう重宝すると思いますよ。これはすごいよく見えると思います。ブワッと液晶モニターが明るくなって、それまで映ってなかったやつ全部映ったんですよね、液晶モニターの中に。うわ、これは小撮り楽だわと思ったんですよ。今日はここまでといたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。